仙台、黒四角小百等学則成績交付、不走行志向必ず2000点志願、新生入り学詳細教学根拠教育部最新統計、2020年末来西新井大学生総人数、やや前年度減少1777人、体育に乗り減少1198人。教育部下釈、主因コレ受け等2カップ肺炎液状影響、若統計協会、学位生、人数乗りやや去年略増。教育部統計新南高国家学生数、各国来大総数、含む学異常、交換生、短期研修、個人専属、加護生、海洋班、最低限加工、中茨城西屋人数加工最多、2019年海遊 15,741 人、2020年不当 13,964 人、体育に2019年 U4,001 人、2020年不当 2,803 人。教育部表示、新南高国家来大学生減少、主要これ受けいたる COVID-19、2019環状病毒疾病、俗称2カップ肺炎、液状影響。茨城西新井例、去年3月紀州ミノルセウム核的行動管制例、増松室学生海外留学的胃がん不定許多。茨城西阿瀬台湾境外政的大総来源国行一、教育部表示、未来会持続拓展与え茨城西阿各大学的合作関係、華僑等幕に不動地区先導台湾的高等教育、希望のこれさらた学生来大就学。教育部表示、液状市国際移動有所厳正、ただし台湾なお持続10日線上教育展、提供境外政治案補助計画、強化歩道規制等方式、持続水道小生蘇生。諸方田山岳以上、2020年境外生教諭5万6355人、やや2019年5万5177人、微幅成長、五中越南は陰に学位生人数増加ややた。教育部目前未開放所有境外学位生申請入居、4月1日達也開放加護分事案学金受け事案生、有加護事案学金生、特殊外交考慮、ソーラ合作互い恵み関係等4類非学位上来大研修。